ディオスマイル、レディオスマイル、レディオスマイル、レディオスマイル、宮野真守のレディオスマイル。さあ皆さんこんばんは。さあ皆さん、宮野真守です。ついに始まりました宮野真守のレディオスマイル公開録音スペシャル。今回は第2部でございます。皆さん元気ですか？いいね。実は私はもうさっきね、あの第1部を終えてるんです。知ってた？いや緊張したよ。初めての公開録音ですよ。で、あの皆さんもご存知の通り、この番組はなんとほとんどねスタジオにいつも一人ぼっちでやってるんですよ。で公開録音どうなるかなと思ったら、やっぱりこのステージ上に一人ポツンとでございます。これしかないから、セットがなかなかない経験をねさせていただいてるんですけども、あのありがとう、頑張るよ。でもいつもレディオスマイル皆さん聞いてくれてますか？聞いてるっていう人全員ということにします。一部の時も天候を取ったんですけど、全員ということにします。ありがとうございます。あの聞いてもらってると分かると思うのですが、もう本当にマモちゃんが思いついたことをポロポロ喋っていく番組なので、ゆるいんですよね。そんなゆるいあのレディオスマイルではございますが、あの本音の部分もねポロポロ出たり、あのリスナーの皆さんとのあの共有の時間だったりするので、今日もですねみんなと楽しい時間を過ごしていけたらなと思っております。よろしくお願いします。ちなみに今回の公開録音は去年の9月16日にリリースされた5枚目のアルバムフロンティア発売記念なんです。皆さん知ってましたか？なのでこれを一言言わせてください。フロンティア、ご購入いただきありがとうございました。そして選ばれし皆さんでございます。さあ第1部の時もね本当に楽しいトーク、ゆるゆるなトークから、あの公録ならではの出来事も飛び出したので、第2部もですね盛り上がっていきたいと思います。それではレイディオスマイル公開録音スペシャル第2部、皆さん張り切ってStay tuned。 宮野真守のレディオスマイル。この番組はキングレコードの提供でお送りします。ちょっと CM の圧力がすごいですが、入り切って参りたいと思います。さあ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 、公開録音でお送りしている宮野真守のレディオスマイル、今日もですね皆さんのお便りをどんどん読んでいきたいと思いますが、さっきも思ったんだけど、第一部の時も思ったんだけど、張り切ってステイチューンっておかしいよね。とりあえず FM 苦笑で頑張ってみたけども、でも第2部もマモルミヤノがお送りするレディスマイルステイチューンね。ドンミセテナオセーネ。これしか言えないです。ナウンセルに関してはよくわかんないですけども、はい。メールをですね、たくさんいただきました。読んでいきたいと思っております。ステイチューンね。本当にたくさんステイチューンなんですけども、あ、じゃあいただいたんですけども、まずはですね、購読に際しての、メールをいただいたので、読んでいきたいと思います。やめていいですか？ラジスマネーム、偉大な天ぷら、略していだてん。やめていいですか？拍手やめていいですか？これおかしいでしょ。やめろやめろってことでしょ。読みますよ。宮野さん、マモ版は、マモ版は、公開録音2部に参加させていただいています。
伊達、うわ伊達ありがとうね、今日ね、来てくれてね。第2部に参加させていただいています。ありがとう。そして、もしかしてなのですが、もしかして今日は、ラジスマ、100回目の放送なのではないでしょうか。よく数えられたね。もしそうだったら、こんな記念の日に参加できて僕は誇りに思います。ありがとう。本当におめでとうございます。ありがとう。もし僕が、おじいちゃんになったら、孫に、わしは、宮野守さんの、100回目のラジオの公開録音に参加したのじゃ。と言って自慢します。自慢してください。当たり前だけど今日しかないことだからね、本当にラッキーな人たち、100回目を堪能できている人たち、僕も嬉しく思います。ありがとうございます。マモラジネームのぞみさんからいただきました。マモさん、こんにちは。こんにちは。レディアスマイル公開録音第2部参加させていただきます。お、はい、のぞみありがとう。もしかしてなんですけど、この回でレディアスマイル100回放送じゃないですか。もしかしてだけど、100回記念なんじゃないの。もしかしてだけど、もしそうならおめでとうございます。ありがとうございます。毎週リアルタイムな、話をマモさんがしてくれて、リスナーからの声も届けられるラジスマが大好きです。老若男女から、メールや、お手紙もいっぱいで、たくさんのほっこりが詰まっているのも、マモさんからの笑顔で広がっているんでしょうね。このまま長寿番組になって、スマイルいっぱいな時間が続くことを願っています。ありがとうございます。いや、マジでさっき、伊達店が言ってたみたいに、俺もおじいちゃんになるまで、ね、できてればいいよね。で、一緒にね、いやー、100回は、こんなことがあったな、はっはっは、それでは次の曲です、みたいなね。思い出話できたらいいよね。そう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 。この番組で唯一というか、生き残ってるコーナーがあるんですよ。ほっこりのコーナーっていうね、コーナーがありまして、公開録音でもやってみたいななんて思うんです。ラジスマネーム、アス姫さんからいただきました。来てる？なんでうつむいちゃって。マモちゃん、マモ版は、この間、小5の妹が、いきなり私の前に立って、タッチミーの、腹チラをやりながら、キスミーと言ってきたんです。それまずいだろ。お前、どこにキスミーしそうね。小5お姉ちゃん、いや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 、それはタッチミーでしょ。そっかと気づいた妹、キスミーはチューってマモちゃんやってたと中顔で訂正してきました。かわいいね。そこから二人で向かい合ってタッチミーとキスミーの腹ちらとキス顔を練習しました。仲良しか。私の営業でどんどんマモちゃんにハマってきている妹、勉強中にブレイキッドを鼻歌で歌っていたり、トイレに入る前にコンコン、この個室に入っていらっしゃいますかとテラシューのモノマネをして、トイレの花子さんの存在を一人で確認していたり、テラシューのモノマネをしているとき、私がリビングから、だからトイレの花子さんじゃねえわとツッコミを入れてみると、ゲラゲラ笑いながらトイレに入っていきました。仲良しか。すげえな。なんか本当に家族で楽しんでるっていうメールたくさんいただくんですよ。ちなみにコントの真似事みたいなことって家でやったりとかするの、みんなしてるっていう人、あ、意外と少ないのね。だから物好きってことよ。家でコントの真似するのって相当物好きな、はい、意外と少数派だった。俺もっとやってんのかなと思って、こんなにみんなノリがいいからさ、ちょっとやってんのかなと思うんだけど、
ぜひね、今ね、手上がった方、続けてください。家で今度の練習をお願いします。いつ何をね、マモちゃんに振られるかわからないので。さあ、ということで、以上、ふつおた、メールのコーナーでございました。それではここで、公開録音でやってほしいことを募集した時にご意見をいただいたこちらのコーナーをやってみたいと思います。そのコーナーとは、ミルク水のコーナー。その2。公開録音第1部、そして放送的には先週の話なんですけども、そちらの方ではミルク水を実際作ってみました。はい。なので、同じことをやっても、あれなので、まあ、その2ということで、今回は、特濃牛乳を水で割ると普通の牛乳になるのか。を検証したいと思います。これ斬新でしょ？これいけるじゃないみたいになったらすごいことだよ。大発見、世紀の大発見。なので、なんかなんて言うんだろうな、この番組的には特濃ミルク水を作ってみようかな。なんて思っております。ということで、特濃牛乳とお水、カモン！うわぁ！お前誰だ？山田です。山田か！迷い込んだ中学生じゃないですよ。年齢は？ 35 です。若干まだざわついてもらえたね。うん、大人やないか、真帆ちゃんよりみたいな。じゃあ先輩、あ、でもね、やっぱ普通の牛乳より濃いかもね、色が。さあ、できました。じゃあいただきます。普通の牛乳になってるのか。だから俺ほら前どっかで話したかもしんないけど、特濃がちょっと苦手みたいなこと言ったじゃない。それが緩和されてる。以上、ミルク水その2でございました。それではあのコーナーに行ってみましょう。公開録音のメインコーナーといっても過言ではありませんよ。擬人化のコーナー。ママが身の回りの様々なものの気持ちを擬人化するコーナー、こちらですね。本当に大量に届きました。本当に皆さんの妄想力がね、爆発しておりました。まずはどんな感じなのか、こちらでね、試してみたいと思います。初めてのコーナーです。ラジスマネームちゃん付け希望リオカちゃんからいただきました。擬人化してほしいもの。チョコレート。なんか、この部屋、暑くない？ダメって言われても、体が言うことを聞かないんだ。溶けちゃう。こんな感じでしょ？なんかどっかで聞いたことある感じでしょ？やっべえぞ。いきますよ、次。あ、いいですね。みんなほんと上手だよね、擬人化に関して。どんだけ妄想してんのよ。ラジスマネーム第2部に参加するよ、ヒガノさんからいただきました。いた。擬人化してほしいものは、なくなる寸前のヘアスプレー。なんでこれを擬人化させようと思ったのか。ここまでかよ。もっとお前の髪を綺麗にセットしてやりたかったのに。いや、まだ諦めねえ。諦めるわけにはいかねえんだ。俺はこんなところで終わるやつ。
面白いね。よく思いつくね、こんなんね。ちゃんづけ希望、さゆちゃん。マッサージ機。おって何？笑うの早い。最前列。ほら、できなくなっちゃった。結構これ精神力使うんだから、一回入っちゃうとさ、ハマっちゃうとさ、マモちゃん恥ずかしくてできなくなっちゃうからさ、集中するよ。今日もお仕事お疲れ様。おいで、僕が癒してあげる。疲れた時は僕がこうしてくっついていれば気持ちいいだろ。どう？気持ちよくなってきた？君から来てくれたらいつでも癒してあげるからね。これを聞かされてどうですか？なんか違うな。やっぱ恥ずかしい系は俺なんか違うな。ラジスマネームちゃんみおからいただきました。シャンプーシャンプーの擬人化。これやばいな。ショートの君はワンプッシュ、ロングの君はツープッシュ。そう、しっかり泡立てて。よし、そろそろだ。ミラクルウォーターシャワー、どう？さっぱりした？ちょっとテンポいいじゃねえか。ショートの君はワンプッシュ、ロングの君はツープッシュ。ミラクルウォーターシャワー。ちょっと一発ギャグみたいになってんじゃん。あ、これはどう？これ、声のね、多いんだけど、モッペさんからいただきました。体重計。もう、ド S な感じで言ってほしいと。え、またこんな太ったの？ちょっと待って。もう辛い。もっと違う感じがいい。もっと違う感じがいい。あ、このままでいい。え、またこんな太ったの？痩せる気あんの？やめよっか。やめよっか。大丈夫？大丈夫？最初からになっちゃうからね。また言われんだよ、だって。またこんな太ったの？痩せる気あんの？どうせ完食とかしてるんでしょ。そんなんじゃいつになっても痩せないよ。大丈夫？痩せれる？最後ため息とかつけ出そうか。痩せないよ。ヒューはおかしい気がする。ヒューはおかしい気がする。来た。ラジスマネーム、トマティーヌデコポンヌさんからいただきました。グリーンピース、インチャーハン。想像して。チャーハンに入ってるグリーンピース想像して。うわぁ、またオイラを避けるでやんすか。なんでいつも食べてくれないでやんすか。オイラは食物繊維が豊富で、しかも不溶性食物繊維だから溶けずに腸まで届いて腸内環境を整えるでやんすよ。綺麗になれるでやんすよ。あ、またパパのお皿に移された。パパだけが
オイラの良さを分かってくれるでやんすね。もう逆にもう食べれなくなるよね。こいつが喋んのかみたいな。本当に食べてほしいでやんす。綺麗になるでやんすよ。マロンちゃんからいただきました。人に食べられる野菜。もう指定がもうおかしいもんね。擬人化のコーナー。痛い。そんなに強く噛まないでよ、言ってえな。もうさっきのグリーンピースなんじゃないかなって。どんどん行こう。ピノコさんがいただきました。擬人化のコーナー。毛布。僕が、温めてあげるから。このまま、ずっと一緒にいよう。ラクサが。もう聞かなくなってくるね。もう何言ってんだろ、マモみたいになってくるね。呼び捨て希望、リコ。布団。擬人化のコーナー。今日、寒かったのか。体冷えてるぞ。ほら、もっとこっち来いよ。俺が、優しく抱いて、温めてやるから。ゆっくり休め。おやすみ。俺も一緒に寝ていいでやんすか。あれ、こんなとこにグリーンピース。あれ、これ食べ残したグリーンピース、こんなとこに落ちた。食べてくれてやんす。食べなくてもいいかな。布団で温まりたいでやんす。以上でーす。擬人化のコーナーでございました。この曲が流れたということは、なんとレディオスマイルもうお別れのお時間です。あーという、まあ皆さん初めての登録どうでした？俺もめっちゃ楽しかった。もうならではのね、やっぱね、お話ができましたし、擬人化のコーナーすごかったね。もう途中記憶がないもんね。ありがとうございました。この番組では皆さんからのメール、おはがきをガンガンお待ちしております。どんなことでも OK なので、この公開録音の感想もぜひ皆さん送ってきてください。メールアドレスはmamo@joqr.net mamo@joqr.net です。おはがきの宛先は郵便番号 105-8000 に文化放送宮野マムのレイディオスマイルまで。そしてお送りいただくメールやおはがきには必ず住所とお名前を書いてください。なぜならばレイディオスマイルのノベルティグッズ缶バッジが当たるからなんです。ということで今週の当選者は、この人、ラジスマネーム明日姫さんに決定しました。おめでとうございます。ほっこり送ってくれた人ですよね。え、姉妹のお話をしてくれた方です。おめでとうございます。それではね、無事に登録終了いたしました。今後もね、こうやって皆さんと楽しい時間が過ごせるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは来週も聞いてくださいね。以上、宮野まんまるでした。バイバイ。